まず火花が飛んでるかどうかをチェックしたいと思います。怖いです。もせでは一回ここを外してみたいと思います。まあ、ちょっとゴミがくっついてます。これでかからないとは思うんだけどな。ちょっとキックしてみましょう。キャブバラすといってもね、これ簡単なんですよ。フィルターを取って、ここ外してね、これを外せばすぐもうここを緩めるだけで取れますんで、やってみたいと思います。もうこれで外れます。外れた。ニードルを抜いて、あたたたていて。あと燃料ホース外せばね。キャブは景品の PWK22 をつけてます。純正が調子悪かったんで、こっちに変えてしまいました。多分そんなにはね、詰まるところはないと思うんですけども、綺麗なんで
パーツクリーナーで拭いて、あとエアガンで拭いて終わりだな、これ。では拭いてみます。はい、大丈夫ですね。さて、キック何発でかかるでしょうか。はい、またまた復活しました。今年も、これで山に行けます。これが山で大活躍してくれます。まだね、保険もまだバッチリあります。これが便利なんですよ。ここにいろいろ荷物を入れていきます。これは1年に何回も活躍しませんが、非常に大事な相棒です。これは何だという質問にお答えしましょう。これはね、こういうタモ、山にタモ、何するんだという疑問もあるかもしれないですけども、高いところにある、山菜とかをタラの芽とか、取るときにこれが非常に便利なんですよ。こういうふうにすっぽり入ります。担いでいくとちょっとかっこ悪いんで、こういうふうにわからないようにこっそり持っていきます。まあ焼きついてましたけれども、今12,900ということで、エンジン、ボーリングシリンダーボーリングして、ピストンも新品入れてますんで、引
非常に調子いいです。ではちょっとエンジンかけてみたいと思います。よいしょと。